バンバリーの位置バンバリーのメインストリートバンバリー駅に停車中のオーストラリンドバンバリーはオーストラリア、西オーストラリア州の港湾都市。南西部地域に属し、州都パースから南に約 175km の距離にある。人口は約7.5万人でパース、マンジュラに次州第3位。バンバリーはジオグラフ湾の北端に面し、コリー川の川口そばに位置する。 気候はパース同様地中海性気候。最初にバンバリーの土地を訪れたヨーロッパ人はフランス人探検家ルイド・フレシネである。1803年、彼は探検隊のメンバーであった植物学者レシェナルト・デラツアーの名前をとってこの土地をポート・レシェナルトと名付けた。ジオグラフ湾の名前もこの時に付けられた。ジオグラフとは 彼の艦隊に加わっていた船のうちの一隻の名前に、ちなむ。1829年、スコットランド人軍医アレクサンダー・コリーと彼の副艦が周辺を探検した。その後にジェームズ・スターリングがこの地を訪れ、軍の中屯地を設けた。また、約1 0 0トル北のピンジャラとの間の険しい、街道を切り開いたヘンリー・ウィリアム・バンバリーの名を取り、この地をバンバリーと改めた。 1893年、ピンジャラとの間に鉄道路線が建設され、バンバリーはパースと線路でつながるとともに、炭鉱に代表される鉱山や農地とパースとの間が結びつけられることとなった。当時使用されていた蒸気機関車の機関区は現在ショッピングセンターとなっており、線形庫などが現存している。以前のバンバリー駅は市内中心部にあったが、 1985年5月28日をもって閉鎖され翌日より約4キロメートル南東に離れた位置へ移転した。駅舎は観光客向けのインフォメーションセンターへと転用され、駅跡地はバスターミナルに駅までの線路跡は並行していた道路の拡張用地となった。パース・バンバリー間を走る旅客列車オーストラリンドは1947年以来同区間を 同盟で運行している。現在もバンバリーから各方面へ向かう長距離バスと接続しており、西オーストラリア州南西地域へのアクセスの一端を担っている。長距離バスは2社が運行しており、オーストラリンドを運行するトランスワとサウスウェストコーチラインがパース発の路線の一部をバンバリー経由としている。行き先はアルバニーやオーガストなど。バンバリー市は 東京都世田谷区並びに中国石膏省加工市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。